皆さんこんにちは。土地家屋調査士試験合格計画と開業ビジョンということで、2024年度本試験に向けた最初のガイダンスということになります。多くの方に興味を持っていただけると嬉しいと思っています。近年所有者不明土地や空き家問題、これらの解決に向けた国の動きですね、これらによって、司法書士とともに土地家屋調査士への興味を持ってくれている方というのも、非常に増えているように感じます。現在、そうですね、昨年あたりから、受講相談なんかもね、とても増えてきているので、やはり、興味を持ってくれている方多いんじゃないでしょうか。で、例えば相続登記、この義務化というのも始まっていきますけれども、この相続登記というのはもちろん司法書士さんたちの仕事ということにはなりますが、相続人、相続人というのはやはり一人ではないことが多いので、その相続登記の前提として、やはり分筆の登記というのが必要になってくる場合というのもこれ多々あります。で、この分筆の登記というのは実は土地家屋調査士の仕事ということになってくるんですね。なので、そういったことも調べて、いろいろ調べていただいて、受講相談なんかも増えてるのかなというふうに感じています。なので、この機会にぜひ土地家屋調査士について皆さんに知っていただきたいということから、今日のガイダンスのタイトル通り、まずは試験に合格するためにはどうしたらいいのか、というのと、それから合格後、独立開業に向けてはどのように進んでいけばいいのか、この2つの方向から少し話をしていきたいと思ってます。はい、じゃあまずは試験に最短で合格するためにはというところからね、お話ししていこうと思います。まず何と言ってもこれは次の試験で絶対合格するぞという気持ちを持つこと、要は覚悟を決めることです。だいたい難関試験と言われる試験ですね、土地家屋調査士も決して優しい試験ではありません。だいたい毎年 9% 台の合格率ということになるかと思うんですけれども、この難関試験、じゃあ2年3年の目標を立てて2年後3年後に合格できればいいかというふうに思っている方って、2年後3年後に合格できないんですよ。どうするかって言ったら、やっぱりもう次の試験で絶対に合格する、その気持ちで始めないと、そもそも2年3年ってこの勉強のモチベーションって絶対に保てないんです。なので1年間とりあえず次の試験まではもう勉強以外のことは考えない。このぐらいの覚悟を持って始めていただきたいというふうに思います。じゃあその覚悟が決まったら、そしたらこれはもう試験までのスケジュールをしっかりと立てていただくということ。で、これはレックの初級講座というのは、これ大体1年ぐらいでもう本試験に合格できるレベルに達するようなカリキュラムを組んでいます。なので、ここは安心してついてきていただきたいなというふうに思ってます。予備校いくつかありますけれども、やはり、これはいろいろと、無料で、体験とかね、体験授業とかやってるところも多いと思うので、いろんなところを見ていただいて、ご自身に合うもの、これぜひ選んでいただきたいと思います。後悔しないように、必ず見てくださいなんていうのも私は毎年毎年、受講相談で申し上げています。で、そのカリキュラム通りにまずはしっかり進めていく。これが合格への一番の近道だと思ってください。やはり独学でまずは最初にやってみようという方も割といらっしゃるんですけれども、独学でそのまま結果出せましたよっていう方は、私は個人的には正直聞いたことがありません。まず1年2年やってみたけど、やっぱり無理だなっていうことで予備校を利用される方がほとんどです。なので、だったらもう最初から予備校を利用するというふうに決めて最短で合格する、これがやはり一つのやり方、もうこれしかないかなというふうに言っても過言ではないかなというふうに思っています。はい、ではレックのカリキュラムですね、ぜひ一緒にご覧いただきたいと思います。
はい、まあ、これがレックのねパンフレットになるんですけれども、お持ちの方はぜひ一緒にね開いてみてください。で、持ってないという方もホームページからデジタルパンフレットもね見ることができるので、まあ、そちらの方を後から見ていただいてもいいのかなというふうに思います。はい、ではまずは16ページ、はい、見てみます。はい、これが土地家屋調査士合格コースということで、まあ、これがレックの初級講座のベーシックのコースになります。で、もし免除資格を持ってないよという方、14ページの測量司法合格パック、これがついたもの、これを申し込んでいただくことによって、まあ、これ並行して測量司法も学習することになります。で、なんでこれが必要なのかというのは、まあ、ここのページを、ね、見ていただければわかるんですけれども、まあ、試験内容というのが午前の部、午後の部に分かれていまして、この測量司法、ね、これが一番午前の免除資格を取りやすい試験ということになるんですね。なので、もともとないよという方はこれがついたコースで、免除資格ありますよという方はもう午後の試験に集中するための16ページのこの調査士合格コースというコースになります。はい、で、まあ、こちらの方でね分かりやすいので説明していきますけれども、大きく2つに分かれます。インプット完成講座、そして直前ファイナル答練で、このインプット完成講座の中で、その名の通りしっかりと知識を入れ込んでいく、インプットしていくということになります。全69回ということで、まあ、ボリュームね結構ありますけれども、これが、まあ、1年弱で終わるようになっています。はい。で、ここ見てほしいのが、全体構造編と徹底解析編、大きく分かれてます。はい。で、まずは全体構造編、理論の3回。この理論というのは、これ法律の勉強だと思ってください。で、まあ、択一対策になっていく部分です。で、全体構造ではこの3回で本当に大枠をつかみます。で、ここでやった内容というのは、この徹底解析編に入ってからの理論32回。ここでは細かく見ると民法とそれから不動産登記法。で、最後に土地家屋調査司法というのもやっていくんですけれども、ここの内容はもうここでしっかりやります。で、この全体構造でもうしっかりと習得しなきゃいけないのがここなんです。この記述の10回。はい、土地家屋調査士試験の大きな特徴として、この記述式問題、ここをいかに乗り切るか、これが大きな大きなポイントになってきます。で、この記述式問題というのはどのような問題が出るのかというと、土地とそれから建物の問題、ね、これ何やるのかって言ったら、実際にもう実技試験です。長い長文の問題から、どんな登記の申請をするのか、土地家屋調査士というのは、表示に関する登記を所有者に代わって代理で行う、ね、登記の申請行為というのを代理で行う、その代理人ということになるので、その問題文からどのような登記を誰から依頼されたのか、で、その申請にはどんな添付情報が必要なのか、ね、もうその登記の申請ができるというような形までインプットをしっかりとやっていかないと問題解けないですからね。もうここでそれをしっかりとやる、ね、ただこの10回だけで記述式問題ができるようになるとは到底思えません、ね、それは多分これ聞いてくださってる皆さんも感じると思います。10回で解けるようになったら本試験問題が誰も苦労しないんです、ね、ただこれがしっかりとできていないと、この後のここ、徹底解析編に入って、記述の22回というのが、もうすぐに挫折してしまいます。ね、それだけ、ここの10回で土台を作るというのが、非常に重要だということになるんですね。で、レックのこの全体構造の記述対策というのは、もうとにかく自信を持って私は進められます。ね、まあ、ここだけかっていうとそうじゃなくて、もちろん全部がね自信持って進められるんですけれども、とにかく
本試験レベルに達するための土台を作る。土台ができてないと、こっちやったってブレブレの知識しかつかないんですね。なので、自分でできたような気になる。もしくは、もう全然追いつけなくて、途中で挫折してしまう。こんなことになりかねません。なので、ここがいかに重要かというところ。ね、なので、しっかりと全体構造でまずは土台を作る。そしてその後、まあメインになってくるのは当然ここなんです。ね、なので、理論とそれから記述。これをしっかりと繰り返すことによって、本試験で戦える力を身につけます。で、そのインプットが終わったら、次に、直前ファイナル答練。ね、まあ、答練というのは答案練習会の略なんですけれども、まあ、いわゆる模擬試験です。ここでアウトプット、ね。ここでインプットしたものをしっかりとアウトプットする。そして最後に10月の土地家屋調査士試験ということになるわけです。じゃあやっぱりこのインプットがどれだけ大事かっていうのは少し見えてきたかなというふうに思います。じゃあこのインプットのイメージ。はい、ちょっと20ページですね。はい、20ページに全体構造編で使用するテキスト。はい、まあ、ちょっと小さいのでね、見づらいと思いますけれども、まあ、理論とそれから記述対策のテキスト。もう記述の方は実際に問題を解くことになるので、ここで、ね、申請書を作って図面を書く。はい、下に、まあ、こんなこれね、ちょっとオプションになりますけれども、ここから添削するようなこともね、有料で申し込んでいただければ可能になります。もう実際に、土地の計算だったり申請書を作ったり、あとは建物の図面を作ったり、これをガンガンしていきます。はい。なので、10回でこれだけやっていくってなかなかね、大変なんですけれども、それがあるからこそ、21ページの徹底解析編に入ってからも、土台ができていれば、記述の方もね、これどんどん問題は難しくなります。本試験レベルまで引き上げていかなきゃいけないので、当然難しくなるんだけれども、対応していけるということになります。はい。で、理論の方も徹底解析に入ると、もう全体構造とは全然違って、民法1冊、不動産登記法計3冊、ね、あとは土地家屋調査士法、ね、こういったテキストを使って学習していきます。で、理論のこのインプット完成講座のポイントとしては、この復習用教材として過去問つけます。はい、これです。過去10年の過去の択一問題を足別にばらしたもの。で、過去問っていきなりこればっかり解いていても絶対に力にならないんです。私が受講生に必ず言っているのは何が大事かってこっちなんです。テキストをしっかりと学習する。これが大前提です。じゃあなんでこれつけるのって言ったら、結局その回で学習した内容をどんな風に本試験問題として問われるのかなっていうのは、やっぱり問題を見てみるのが一番わかりやすいし、早いんです。で、やっぱりテキストだけずっと読んでるのって苦痛だっていうのは私わかります。で、テキスト読むのが大好きですなんていう人実際いないんです。だからどうしても過去問に逃げがち。でも過去問だけやってる人ってどうしても択一の点伸びないんです。最終的にはなんとなくもう過去問暗記しちゃってるから。そうすると、土地家屋調査士の択一問題って、やっぱり一文字、漢字一文字変えるだけで問題の正誤、正しい誤りの正誤が変わってくるような問題もこれたくさんあるんです。そういった問題に対応できない。対応できない人はテキストをきちんと読んでないからなんです。ね、なので、理論の講義はテキストをベースにしっかりやりますよ。で、その日やった内容を過去問としてここに出てきているから、ここのページを次の講義までにやってきてくださいっていうような最後に宿題として出します。で、次の回でこの宿題に出した過去問の解説。これをしてから次の講義に入る。これの繰り返しです。なので、きちんと過去問とそれからテキスト合わせてやることで知識を定着させる。
インプットしたものをきちんとどんなふうに本試験では問われるのかなっていうのも確認しながら講義を進めていきます。なので、理論にしても記述にしても確実にこの提供したテキスト、ね、問題、これらをやっていただければ確実に本試験レベルに達します。なので必ず諦めないでね、やる。そういった覚悟を持つ、次の試験で合格するんだという覚悟を持つ、これが非常に重要になってくると思ってください。はい、そして次に。はい、実際にこんなテキストなんですよというのが22ページ、23ページも載せてあります。で、ここではテキスト自体は白黒なんですね。ただ、講義の中で一緒にこのように重要箇所に、マーカー引いていく。そして書き込んでいく、ね。こういったことで皆さん自身の、ね、カスタマイズされたテキストとして、ね、これは作り上げていく。こんなイメージを持ってください。はい、いいですかね。で、実際にこれは、ね、もう卒業して、でも実務に疲れている、ね、もう調査士の先生となっている元受講生なんかが本当によく言ってくれるのが、このレックのテキスト、未だに事務所に置いてます。自宅に置いてます。ね、悩んだ時にテキスト見てますって言うんです、ね。で、それは自分が散々テキスト回して勉強してきたから、ね、どこに何が書いてあるかって大体頭に入ってるんですね。なので、実務でちょっと、ね、忘れちゃったなっていうことが出てきても、すぐにそこに立ち返って、あ、そうだったって思い出すことができる。ね、こういった話を聞くと私も本当嬉しくなりますよね。もう勉強の時に散々使っていたテキストが実務についてからも役に立っている。ね、それだけ、ね、ご自身が勉強された暁でということになりますからね。皆さんも絶対レックで勉強することに決めたって言ったら、そこまで必ずね、引き上げていきますから、絶対についてきてください。はい。じゃあ、この土地家屋調査士の仕事について、もうちょっとパンフレットでね、見ていきたいと思いますので、少し戻ります。はい。8ページですね。はい。8ページ、9ページにわたって、上の段と下の段にちょっと写真があるんですが、上の段の写真は、現場に出てます。はい。フィールドワークなんてね、かっこよく書いてありますけれども、要は外作業です。実際に土地家屋調査士って現場に行かないとね、もうこれ話にならないので、こうやって現地に出て調査、ね、測量していきます。で、その後下の段はというと、デスクワークとありますけれども、現場で調査、測量した内容を実際に今は登記の申請、オンラインで申請している先生がほとんどです。なのでこれらは事務所に帰ってきて CAD を使って図面を書いたり申請情報をオンラインでね、作成したりということになってきます。なのでフィールドワークとデスクワークのバランスが非常にいい。ちょっと仕事としてはなかなか普通にはね、ない仕事だというふうに思います。で、それは試験も一緒で、試験もやっぱり法律の学習とそれから計算、作図、ね、これらが一つの試験で対策として必要な試験ってなかなかないと思うんです。そうすると、こう勉強にはまっていくと、ね、すごく楽しいというふうに言ってくれる受講生多いんです。ね、もちろん苦しいですよ。ね、もう苦しさの中に楽しさがある、ね。で、最終的には楽しいというふうに思って最後まで勉強を続けた人っていうのは、これ合格手にしているので、ここは確実に最後までね、これ進めるということが一つということになってくると思います。はい。では、合格後のビジョンですよね。ここ知りたいと思います。で、今回ガイダンスでこの合格後のビジョンという話をしようと思ったのは、やはり現受講生が、これ学習がだいぶ進んできて、で、2023年の試験をね、受ける受講生なんですけれども、これ急に合格した後に独立開業ってできるんだろうか、今になって心配になってきたっていう声を聞いたんですね。なので、じゃあ、もちろん補助者の方っていうのは、これは合格後って、その先に、開業のビジョンってなんとなく描けると思うんです。
でも、まあ、土地家屋調査士の受験生って全然畑違いの仕事をしている方たくさんいらっしゃるんですね。で、そういう方って多分そういうふうに、開業なんてできるのかな、全然実務経験ないんだけど、ね、急に心配になってくる、ね、そんな声を聞いて、ああまあそれはそうなのかもなというふうに思いました。でも試験の前にそんなふうにモチベーション下がるようなことを考えてしまったら、いいことなんて一つもないですよね。なので、まずはこのガイダンスで、じゃあ未経験の方が合格した後ってどんなふうに独立開業に向けて進んでいけばいいのか、まあ、こんな話をちょっとしておけば、これ逆に勉強のモチベーションにもなるんじゃないかなっていうふうに考えたんです。で、じゃあまず合格したらどうしたらいいのか。未経験の方はやっぱりまずは修行に出る、これが一つかなと思います。特に測量経験ないという方は、まあ、どこかの事務所に、まあ、雇ってもらって、ね、もう勉強させてください。これが一番だと思います。で、その際に、例えば自分がどこで開業しようかな、ね、それを、まあ、開業しようと思っているところの土地家屋調査士会、ここにぜひ相談してみてください。ね、今は調査士の先輩方、後輩をどんどん育てよう、土地家屋調査士の業界を盛り上げようというふうに考えている先輩方が実際たくさんいらっしゃいます。なので相談に乗ってくれます。で、例えばどこどこの機械がいいよとか、あとはどこどこの事務所が補助者さん探してるよとか、実際に実務の先生方も今は SNS 等で、例えば Twitter とか Instagram で、補助者さんを募集して、で、実際にそこから応募してきた方を今雇ってますよなんていうところも、これ若い先生非常に効きます。あとは調査士会だと、まあ、これは全国、各都道府県に1つで、北海道はねちょっと広いので4つあるんですけれども、まあ、その調査士会の人数にもよりますけれども、まあ、会長が直々に相談に乗ってくれるなんていう話も、まあ、実は聞いたりします。なので、まずは情報収集としてその土地家屋調査士会訪ねてみてください。きっと親身になって考えてくれると思います。で、あとは、まあ、その先ほどもね、SNS でなんていう話をしましたけれども、 Twitter 上では今結構土地家屋調査士の先生方のね、コメントが盛り上がってたりするんですね。で、実際にその測量をやっている機械を設置している映像なんかをアップしてくれていたりとか、ね、あとは一緒に勉強会をしようとかね、まあ、そういったこともやってくれてます。で、土地家屋調査士って、まあ、なかなか開業しても補助者を雇うまではまだちょっといかないよっていう調査士の先生方が横のつながりで、ね、同じ調査士の先生にちょっと測量だけ手伝ってもらってなんていうこともね、これ聞きます。横のつながりがすごく強いね、業界だと思っています。なので、まあ、そういった SNS の情報なんかも、まあ、ご自身で、ね、どんどん取りに行くのがいいのかなというふうに思ってます。あとは合格した暁にはレックでは合格者交流会というのをこれ行っています。で、実は2022年の合格の方々の交流会をやったばっかりなんですけれども、非常に盛り上がったんですね。で、これは全国、北は東北から、で、西の方も滋賀とか大阪とか、ね、から来ていただいて、で、皆さんそこで名刺交換したり、ね、情報交換したりして、すごく有意義な、ね、時間を過ごせました。なので、こういうのもぜひ利用していただきたいと思います。なので、まあ、開業後のビジョンというのはそういった調査士会というところがありますよ、ね、あとは、先輩方も親身になって相談に乗ってくれますよ、ね、こういったことが分かるだけでもだいぶ違うと思うんです。なので、勉強するというふうに決めたら、現在畑違いの仕事してますよっていう方も、まずは資格を取ってしまう、合格してしまうというのを最優先に考えてください、ね、で、合格をもう次の年に決めてしまえば、そこから動けばいいわけです、ね、なので、安心して、ここに飛び込んできてほしいなというふうに思っています。はい、あとは、レックの池袋本校では日曜日に、ね、予約制になりますけれども、受講相談なんかも受け付けています。なので、私、
ね、来ていただいても直接受講相談もできますし、あとは電話での相談なんていうのもね、これ受けることができるので、ぜひそういったものも利用していただければと思います。はい、なので、まあ、このガイダンス聞いていただいて、少しでも興味を持ってくれると、ね、嬉しいなというふうに思っていますので、どしどしお待ちしております。はい、ではこれでガイダンスの方は終了したいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。